お、こんばんは。こんばんは皆さん。あ、ありがとうございます。いっぱい来てくださって。間に合いました。あ、大丈夫ですか？はい。こんばんは。皆さん、ね、間に合わないかと思ったんですけど、間に合ってよかったです。ありがとうございます。今日はこのシングルのリミスタですね。はい。そうですよ。7時から始めようと思うのでよろしくお願いします。일곱시부터시작할거라서지금좀얘기할게요。うん。お。ね、ご飯は急いで車の中で食べてきました。これがね、10時近くまであるので。皆さんは夜ご飯食べましたか？여러분저녁은드셨나요？저는이거한10시가까이까지있어가지고차안에서급하게먹고왔습니다。네。7時から始めますね。今日はすごく楽しいお仕事でしたよ。やっぱこっちにしようかな。いいですか？すいません、まだ59分。これからです。だって皆さん、じゃあ夜ご飯食べながら見てくださいね、配信。うん、間に合ってよかったです。さっき食べた、いいな。でもデザートも食べたいですね。デザートも起こしっぱや。うん、今日もすごく楽しい一日でした。오늘도즐거운하루였어요。お、7時됐나。お、7時になりました。じゃあ始めていきたいと思います。試写会いくよ。一部スタート。まずは、お、ゆうすけありがとうございます。ひーちゃん好きだって。シンプルに告白ありがとうございます。いつも応援してくれてありがとう。さあ、これが最後のね、私リミスターですから、皆さん。はい、続いて、お、ムラッシー、ひーちゃんラジオでメッセージ読んでくれてありがとう。だって、こちらこそいつも聞いてくれてありがとうね。これからもたくさんメッセージ待ってるね。ありがとうね、今日も。続いては、お、ささやん。ささやんはメッセージがないけど申し込んでくれてありがとうね。見てくれてますか？もうショールームで見てくれてたらコメントもちゃんと見えるので、コメントしてね、飾ってね。これありがとう。よし、続いては、お、ちゃんやーさん、かわいい名前。ひーちゃん最後のシングル本当に寂しい。だって、うん、今ね、キリのパフォーマンスが揃ってるのはひーちゃんのおかげって。ありがとうございます。全然そんなことないんですけど、少しでもね、 AKB の力になれるように残りの時間も頑張ります。ありがとう。続いて、みつはるさん、いつもかっこいいパフォーマンスをしてくれるひーちゃんに元気をもらっています。これからも応援してるので頑張ってください。だって、 ありがとうございます。こちらこそいつも応援していただいてるおかげで、ね、パフォーマンスも頑張れてるので、これからも応援してね。ありがとう。続いて、ひろしさんは握手会に行けないので、武道館コンサートがパフォーマンスを拝見するの最後になってしまう。そうなんですね。うん、卒業されてしまうのは残念ですが、次のステージも応援してます。だって、ありがとうございます。いつもね、握手会でも応援したかったですが、コンサートでも会えるの楽しみにしてます。続いて、たかしさん、ひーちゃん卒業おめでとう。うんうん、 AKB に戻ってきてくれて、メンバーのダンスのレベルを引き上げてくれたことに感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。もう AKB のおかげで私も今の自分があるので、残りの時間も頑張ります。続いて、なっぺ、ひーちゃんこれからも大好きです。だって、私も大好きだよ。いつも応援してくれてありがとう。え、卒業までを、卒業してからも応援してね。続いて、お、まささん、ひーちゃんの歌とダンスが大好きで、2018年の写メ会でツーショット撮ってもらったのの宝物でした。って、あら、そんなにレアな昔のを持ってらっしゃるんですね。これからもたくさん応援してください。続いて、お、たかひろさん、ありがとうございます。これコメントはないけど、たかひろさんもいつもね、応援してくれてありがとう。卒業してしまいますが、 AKB じゃなくなった私のことも応援してください。ありがとう、たかひろさん。続いて、あら、名前がかわいい、はたぼう。
初めてサイン会に参加しますだって。嬉しい、ひーちゃん大好きって嬉しい。これが最後のねリミスタだけど当選してよかったです。はたぼう大事にしてね。続いてひろあきさん、お卒業発表お疲れ様でした。最後まで活動応援してます。卒業してからの活躍も楽しみにしてますだって。卒業してからも皆さんにね勇気あげられるように頑張ります。いつもありがとう。続いてしんごさん、ひーちゃんサインありがとうございます。AKB のラストシングルでサインをいただけてとっても嬉しいですだって。可愛らしいのもかっこいいのも好きでしたって。ありがとうございます。これからもいろんな面を見せていけるように頑張りたいと思います。ありがとう。続いてひろくん、卒業は残念ですがこれからも頑張ってくださいだって。ありがとう、ね、卒業しても一生の別れじゃないのでこれからもずっと好きでいてね。ひろくんありがとう。続いて、お、ケンデスだ、アイニー、あ、おいえ、アイニーケンデス、いつもお話会来てくれるんですよ。そう、いつもね、お話できるの楽しい。あー、お、今天だ、辛苦啦、今天也辛苦啦よし。続いては、滝川和明さん、ひらがなだね、和明さん、シングル販売おめでとうございます。だって、ちょっと待ってね。10年間お疲れ様です。次のステージでも輝くこと間違いなしだって。ありがとう、そう言っていただけると頑張ります。ありがとう。続いて、お、シトラスさん、今年ひーちゃん推しになってこれからも推していくよ。お話し会でひーちゃんと会えるの話せるの楽しみにしてるねだって。いや嬉しい、私も楽しみです。ありがとう。これからも、これから先もずっと応援してね。続いてパンダくん、かわいい、ひーちゃん卒業おめでとう。ひーちゃんの笑顔が大好き、これからもよろしくお願いします。あ、トーインくんだ、トーインくんありがとう。パンダくん大事に飾ってくださいね。ありがとう。続いて、お、鈴の音さん、メッセージはないのですが可愛いお名前、あやねちゃんのファンですかね。鈴の音さんありがとう、応援してくれてね、大事にしてください。サインありがとうございます。続いてシンディさん、応援してますだって。嬉しい、ありがとう。本当に皆さんから、シンディさんだったり皆さんからの応援が力になってるのでこれからも皆さんのこと忘れず頑張ります。ありがとう。続いては、うわ、漢字だ、江藤亮さん、メッセージはないんですが漢字かっこいいですね、江藤って画数が多い。ありがとうございますね、最初で最後かもしれないですけどサイン大事に飾ってください。ありがとう。続いては、お、ひでかずさん、 AKB の卒業は驚いたけどいろいろと悩んで出した結果なら応援します。厳しい世界で心配だけどまた頑張ってほしいですだって。ありがとうございます。本当にどこにいても応援してください。ありがとう。今日ね、喋る仕事だったからちょっと喉が痛い続いては、くまさん、あ、重力シンパシー公演生誕に入ったけどもう一度劇場で会えるといいなだって。ちょっと今月中ね、やっぱり誕生、今月、来月か、誕生月だし出れたらいいななんて思ってます。ありがとう。続いて、YI くん、なんて読むのこれ、 YI くんさん、ありがとうございます。サイン書きましたよ、お家に早く届くといいなありがとう。続いて、カレンちゃん、ひーちゃん卒業おめでとう、これからも応援しますよだって。カレンちゃんもいつも海外からね応援してくれて本当に嬉しいよ。お話し会でもこれから待ってるね。ありがとう。続いては、続いて、ケイちゃん、お、中国のファンの方です、ニハオ。お、初めてひーちゃんサイン当たったんですって、おめでとうございますね。最後残念だけど、お、発売誕生日、あ、わぁ、シャンラーカイロー、昨日誕生日だったそうです、おめでとう。よし、続いて、あ、来ましたよ、この方、トール、この前のあれだね、お渡し会の時も来てくれて、そういっぱいお話できて楽しいです。ちょっと変だけど面白くて好きですよ。ありがとう。続いては、あ、ミスミンですね、ミスミンありがとう。そしておめでとう、サイン書きました。
これからもずっとひなことを好きでいてください。ありがとう。続いて、お、レオナルドさん、ブラジル人の方ですって、嬉しい、大ファンだって。いやー、嬉しすぎる。そうやってさね、日本とね、逆のねに住んでる方と方に応援してもらえるなんて嬉しい。ひーちゃん完璧なアイドルです、才能があって可愛いです。だってひーちゃんの星いつまでも輝いてる。素敵な言葉ありがとう。続いて、きよしさん、これからも応援する。お、かっこいい。さ、その一言ですね。いいですね、短文でも重みがすごく感じられます。ありがとう、本当に。続いて、はぎさん、これからもりんごさんをよろしくお願いします。りんごさんってどこのりんごさん？劇場のりんごさんですか？いや、こちらこそよろしくお願いします。また劇場出れるように。はい、ありがとうすいません。続いて、お、すずめちゃんかな。ひーちゃん、ドラマとかバラエティとか本当にお疲れ様。私も少しでも頑張りたいと思います。努力してる姿見るたびにそう思います。ずっと応援してます。こちらこそ皆さんの応援のおかげでいつも頑張れてます。ありがとう。続いて、お、だよん、お、だよな、ひーの卒業に悲しむよりこれからのひーを楽しみにしてるね。だってできる限り頑張って会いに行くって本当。そう、昨日も会えたよね、だよん。うん、いつも妹みたいで可愛いだよんって、ありがとう。続いては、お、ベリーさん、ひーちゃん卒業、あ、中国のことかな。あ、シャンニ、ん、 BA 海道。お、ありがとうございます。嬉しい。卒業してからもずっと私も大好きです。ベリーさん、ありがとう、シシエ。続いては、吉野文明さん、坊主って書いてある。文明さん、いつも、いつも元気もらってます。だって、ありがとうございます演技もすべて大好きです。ファンクラブ作ってね。だって、本当にアイドルになってくれてありがとう。こちらこそファンになってくれてありがとう。続いては、あ、りなちだ、いつもたくさんの元気をありがとう。アイドルを続けてくれてありがとう。私の一番星だって。何、一番星なんて素敵な言葉。いつもりなちね、たくさん私に元気になるメッセージを送ってくれてありがとうね。大好きだよ続いては、お、しんしん、お、質問シリーズ、アイドルじゃなかったら今何してると思う？大学行ってたかな、学校行ってたかもしれないです、ね、でもサークルとか入ってみたいな。ありがとう、やば続いて、しょうこちゃん、ひなこ大好きで最近なこちゃんと会えた。だって、最近なこちゃんとは、あ、でもあさって、あれ、あさって会いますね、多分ガルアワで。楽しみ。ガレは出るよね。あれ出るはず。ひなた。わ、漢字が難しい。イーゼン。あ、いつも来てくれる。ありがとう。イーゼン。あ、イチ。あ、イチじゃん。あ、イチか。どこへ羽ばたこうとも私はそこにいる。いつもひーの味方だよ。だって。わー、イチ、ありがとうね。いつも。この前もお話し会で会えて嬉しかった。ありがとう。続いて、お、白い怪盗さん。コロナ禍で今の AKB を知ってひーちゃんを知りました。卒業して悲しいですが、その分武道館と お話し会じゃない、握手会楽しみにしてます。だって、ね、少しでも皆さんとたくさん会える時間を作れたらいいなと思います。ありがとうね。続いては、お、台湾のレックス、あ、レックスだ、来るって言ってたよね。ありがとう、来てくれて。台湾さんのレックス、そう、卒業するまで、うん、あはは、頑張って教えた台湾語を教えたとし、忘れたとしても私のことは忘れないでね。って、分かった、台湾語また教えて、ちょっと忘れちゃった。ありがとう。続いて、あ、カオルだ、カオル、これがひーちゃんのラストシングルになるなんて本当にお疲れ様。フジでひーちゃんを知ってから5年経つなんて、月日が経つのは早いものだね。え、本当にそういう方きっとたくさんいらっしゃると思います。時間ってあっという間なので大事にしていきましょうね。カオル、ありがとう、大好き。続いては、かっくん、あ、かっくん、ありがとうございます。かっくんテレビ、この前もねびっくりしたんですよ。あ、かっくんテレビ、あ、いつも、あー、くー、あ、ハグゴロいけるか、こう
이야기해도와줘서고맙고어살많이빼지말고요 ありがとう。続いてはリンさん、メッセージはないけどサイン書きました。いつも応援してくれてありがとう。これからもたくさん応援してね。ありがとう。続いてあやかちゃん、あやかちゃん、ひーちゃん、プジの時から応援してます。卒業が決まって初めてこういうのに参加して、嬉しい、ありがとうひーちゃんが幸せなら私も嬉しい。だってぴよん、ありがちね。続いてはあ、よのじさんだ。よのじさん、この前ぶりだね、お話し会ぶり。いつもお疲れ様、ひーちゃんが毎日笑顔で過ごして美味しくご飯を食べられてよく眠れますように、それだけをいつも願ってます。なんて言い方なんですか、いつもね、本当に愛を伝えてくれていつもありがとうね。美味しいお店もたくさん教えてくれるんですよ、ありがとう。続いて、お、ゆうた、うん、卒業発表お疲れ様でした、ずっと大好きだよ。だって昨日のね、お渡し会も来てくれたよね、会えて嬉しかった、めちゃめちゃ。サインも書いたから大事にしてね、いつもありがとう。あ、続いてひとみさん、お、ひーちゃんじゃないですか。卒業寂しいけど、これからの活動も楽しみにしてます。次にやりたい髪色はこれがいいけど、いつか赤をやってみたいです。ありがとう。お、続いてはシャオメイウェンティエンさんですね。中国のファンの皆さんの方ですね、方です。ありがとうございます、コメント。あ、テミちゃんだ。テミちゃん、ありがとう。今スコットランドで留学し、そうなの、会いたかった私も。でも留学も頑張ってね、チャイオ。続いてはチフワさん、かわいい名前。あ、台湾のファンの方ですって。ひーちゃん卒業おめでとう、万事順調であることをお祈りしてます。だってありがとうございます。卒業してからもずっとずっとそばで応援してください、ありがとうね。よいしょ。続いては、お、アカネルだ。元気かな、久しぶり。リミスタ初めましてなんだ。11月会いに行くね。だって、おわ、11月会えるの楽しみにしてるよ。それまで元気で健康に過ごしてね、ありがとう。あ、リュウトですね。次はリュウトもお話し会でいっぱい来てくれてた。ひーちゃんの卒業つらいけど、韓国から帰ってきて2年以上も AKB で先頭で引っ張ってくれてありがとう。だってソロコンサートと写真集期待してます。だってやりたいですね、できるかな、ありがとう。あ、ラスカールさん、お誕生日おめでとう。あ、まだだった、ご卒業おめ、あ、まだだった札幌ファンミーティング参加おめでとう。だってそこかい、当たるかわかんないけど宿と航空券確保したって。あ、これはもう絶対当たりますよ、うん、当ててほしい、会いたい、会いたい、ありがとう。続いて、あ、よしみーちゃん、ひーちゃんのおかげで美意識高くなったり、ひーちゃんや AKB 仲間が増えたり、本当に楽しく復活してるから、ひーちゃんにもハッピーなことが起きますように。ハンドパワー、ちわき肉踊る教えてくれたよしみちゃん、ありがとうラジオでもそう送ってくれるんですよ、メッセージをね。続いて、お、栃木餃子さんですね。日本語だ、ちょっと早いんですけど、ひーちゃんお誕生日おめでとう。だって、ありがとう。10年間 AKB の活動本当にお疲れ様、22歳のひーちゃんが見せてくれてる新たな姿期待してます。だって、ありがとう。期待しててくださいね、応援しててください、ありがとう。あ、何？ユイフィ？名前かわいい、ユイフィ。もしかしてあの子かな。今回も選抜おめでとう。大好きなひーちゃんのアナゾージャケット今回もゲットできて嬉しい。だってねえ、そんなこと言ってもらえて嬉しい。大好きなひーちゃん、だって私もユイフィ大好きです、ありがとう。あ、来ました、私の推しニョンコさん。ニョンコちゃん、カメラの向こうのニョンコにサイン、 I love you のウィンク。あ、カメラの向こう、ニョンコにサインだね。I love you のウィンク、ありがとう。よいしょ。はい。続いて、わ、アキだ。アキありがとう。この前もさ、お渡し会来てくれてびっくりしたよ。ひーちゃんこんばんは。4月に転職と引っ越し、あ、そうだったんだね。卒業後も応援し続けます。あ、アキっていっぱいいるけど、合ってるかな。ありがとう、そうだったんだね。大変な中でも応援してくれてありがとう。
また会おうね。次は、お、たまちゃん。ひーちゃん、アイツワン時代からずっと応援してる。これからもずっと大好きだって。嬉しい、本当に。ね、これからどんな姿の私でもずっとずっと好きでいてくれるかな。ありがとう。続いて、あさみちゃん。ひーちゃんのいつもストイックな姿に自分も頑張ろうと励まされてます。卒業してもひーちゃんが選んだ道で活躍できる、応援してます。だってそう言ってもらえるととっても心強いです。これからも頑張ります。ありがとう。あ、ブルゴさんです。ブルゴさん、昨日の私が来てくれたイベント、卒業発表おめでとう。ひーちゃんの未来がバラ色に光り輝くのは間違いない。僕はその行く道を照らす光になれなくても、後ろを向けばいつも必ずそっと灯っているろうそくのようなファンであるから。ねえ、歌詞みたい。ねえ、詩人ですか。もうブルゴさん素敵すぎる。ありがとう。昨日も会えて嬉しかったよ。ありがとう。次は、あ、さっきだ。9月29日、あ、28日、私の誕生日。お誕生日おめでとう。ひーのおかげで人生最高の誕生日になった。だって、よかった。さきちゃんお誕生日おめでとうね。いい一日になりますように。ありがとう。次は、あ、あっこちゃん。あっこちゃん、ひーちゃん、青森のあっこです。卒業するのは寂しいけど、ひーちゃん決めた道だからどこにいても応援してます。嬉しい。ありがとう。青森から応援してくれて、卒業前に会えるといいですね。ありがとう。次は、お、なるみ、なるちゃんかな。なるみちゃん、みさとちゃん、もう変な男に騙されないでね。おばちゃんはみさとちゃんのことが心配です。だって結局あの男は本当にヤバい人でしたね、浜岡は。もう騙されませんよ、任せてください。ありがとう。次は、お、桜井翔太さん。あ、あの人かな。あ、ひーちゃん卒業おめでとう。ありがとう。これからの活躍も応援、活動も応援してるね。10月の握手会来てくれるんだ、嬉しい。待ってます。10月はもうすぐだから楽しみにしてるよ。それまで元気でいてね。ありがとう。あ、続いて、お、あ、こんにー。お、韓国は今日お盆。そうだよね。今年は月見バーガー食べたのかな。だって、あのね、今年はね、月見バーガーケンタッキーが美味しいって聞いたので食べたいんですが、そろそろ終わるんで食べます。わー、ちょっと洋乳チャリボーネヤン、こまおいわこんにん。よし、続いて、カニちゃん。あ、カニちゃんだ、わかるよ私。カニちゃん、ひーちゃん久しぶり、卒業おめでとう。何時も仕事がしんどいですが、ひーちゃんの舞台見ると元気になります。早く日本に行ってひーちゃんに会いたいです。だってそうやって言ってもらえると私ももっと頑張れます。いつもありがとうね。お仕事大変だけど頑張ってね、カニちゃん。あ、くのさんだ。くのじゅんいちさん。アイズワン以前はアイドルに会うことなんて考えてもなかったのに、好きと言わせたいで初めてひーちゃんに会ってからこんなにも毎回会いに行くことになるとは思ってなかったよ。だって嬉しすぎる。本当にくのさん毎回毎回来てくれるからね、お話し会ね。対面でも早くまたすぐ会いたいです。いつもありがとう。続いて、お、夏田さん。メッセージはないけどありがとうございます、応募してくれて、ね、最後のリミスターぜひ記念に撮っといてください。サインありがとう。お、韓国の方ですね。ボスコ様さん。ボスコ様、ひーちゃんピョンセンエビメイチングパゴシポヨン。あー、クーニカビメイチング。ハンさん、ウォンヘジョソマニコモプコヨアプロトマニマニウォンヘジョシゴサランヘジョセヤン。続いて、あ、ウィズワンタカヒロさんだ。タカヒロさんじゃないですか。ちょっと見た目こわもてなんですけど、中身めちゃめちゃいい人なんですよ、この方。あ、ひーちゃんの進む道、居場所をこれからもまっすぐ見つめて応援してます。髪を束ねるリボン姿のひーちゃん最高。これですね。じゃあぜひこれは大事に飾ってください、好きな美女なら。ありがとう。お、ウィズアイ。ひーちゃん、ハングゲソドチェゴエ、ソンセンニンバンソンデヌンゴ、アルゴイッチ、オアルジ。기억에남는대사?오, 많이있는데, 지금, 기억이 안 나. 미안해. 근데, 드라마 봐줘서 고마워. 次は、ユウスケ。
今更ですがチームメイト戻ってきてくれてありがとう。卒業しても活躍楽しみにしてますね。チームメイト今戻ってきてずっと待っててくださった方もこれからも私 AKB を卒業してからもずっと応援してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。続いて、お、オメガンに、わ、オルマリア、トミア、ポゴシポヨ、アナドーン、うん。アプロドヌル、オンジェナ、ウンワヘイケ、ワイニー、オヤイニー、オメガンに、シシニー、ハイティン、チャイヨー。ありがとう。あ、続いては、お、ナングン。ナングン。お、ハングゴル。어일본어잘하는데왜한글로보내주셨어요좀얘기힘들지만어제아빠할때수고했어언제나그렇듯이희는지금현재의모습이제일멋있어아진짜어감동어메시지네아마제후의사이될것 같네고마워아그러면고마워항상해줘서続いてはチウチウ、チウチウもお話し会来てくれたこの前。りーちゃん会いたい。うん、卒業発表すると、あ、それは考えます。私もいつも会いたい。卒業コンサート必ず来ます。7月6日お誕生日までありがとう。チウチウもね、いつも海外から応援してくれるんですよ、私のこと。そう、会いに行きたいです、チウチウのもとに。ありがとう。次は、お、メイメイ。お、なんだか。同じ名前が2回続く系ですね。スイックで頑張り屋さんでかっこよくて可愛くてキラキラで、ピーはメインにとって推しだけじゃなくて憧れの存在でもあったよ。過去形にしないで、これからもよろしく、メイメイ。よろしく、ありがとう。続いて、何？ひとみ？ひとみっていう人がいるの？リミスタ2回目の参加です。参加です。ドラマやバラエティでたくさん活躍してる姿見て笑顔になります。新しい道も応援します。嬉しい、ありがとうございます。ひとみちゃん、ひーちゃん、ありがとう。続いて、お、あすみちゃん、ひーちゃんこんばんは。だって今日の TMI は収録がとっても楽しかったです。でもたくさん喋ったのでちょっと喉が枯れてきております。ありがとうお、続いては、あ、ケントさんだ。ひーちゃん今回がオンラインサイン AKB で最後だ。でもこれからも応援してるし卒業しても会える機会を楽しみにしてます。だって、あ、みさとちゃん最高です。だって嬉しい。ケントさんいつも綺麗に写真撮ってくれるんです。またコンサート来て撮ってください。ありがとう。続いては、お、デビットさん。あ、海外の方ですかね。コメントはないんですけど、いつも応援してくれる遠くからありがとう。 Thank you, I love you。続いて、あ、コウタイジさん久しぶりですね。卒業は少し寂しい気もしますが今までありがとうございました。これからも応援してます。だってありがとう。この前歌コンにも来てくれましたよね。私見たけどその時ちょうど目が合わなくて寂しかった。ありがとう。続いては、ゆうかちゃん。ひーちゃんへ、いつも可愛い姿やダンス見て癒されてます。だって本当いろいろあって落ち込んだりもするけど、ひーちゃん見て頑張ろうと思います。だっていつもありがとう。こちらこそありがとう。これからも一緒に頑張っていこうね。ありがとう。続いて、お、Cさん。漢字が難しいね。 C、 名前すっごい大きく書いちゃった。誕生日おめでとうって。あー、もういい、会いに。いつもひーの力になれるようにもっと心を込めて伝えていきたいと思います。なんて幸せな素敵な言葉をかけてくれるんでしょうね皆さん。シーやありがとう。シシシ、あ、マヤリンコちゃん。マヤリンコちゃんも昨日あったんだよね、私たち、あのお渡し会の時に。あ、ひーちゃん大好き。ひーちゃん最高。ひーちゃん is forever。 ずっとずっと応援してます。 Love you。 あー、私も Me too ですよ。ありがとうね、まやりんごちゃん。昨日も可愛かった。ありがとう。重なっちゃったかもしれない。次、さとまる。あー、いつもね、そう、関西から応援してくれてありがとう。卒業寂しいけど、最後まで笑顔で楽しく、ひーちゃんらしく過ごしていこうね。残りの時間で思い出たくさん作ろう。だって、あ、幕張で会えるの楽しみにしてるよ、私も。
いつもありがとね。本当に忙しいのに京都も行きたいわ、私。あ、そしてルナホッペッペちゃん、あ、ルナちゃんだ。この前、それこそ昨日あったよね。いいちゃん、ヤッホー、ホッペッペ。最近お気に入りの洋服とかある？あ、最近はでもシンプルな服が好きかもしれない。大人っぽかったりとか。そうね、可愛いのよりも大人っぽいのが好きです。ありがとう。次はちかちゃん。アイズランの時からひーちゃんのこと大好きです。いつもたくさんの元気を届けてくれてありがとう。こちらこそありがとうね。アイズランの時から応援してくれて、今までずっと好きでいてくれてありがとう。またね。次はお、ゆうと、あのゆうとか、まさか。今作も選抜入りおめでとうございます。そして卒業発表もお疲れ様でした。え、なんでこんな硬いの。ちょっとまたお話し会でこの10年間を振り返れたらなと思ってます。なんでこんな真面目に帰ってくるの、ウケるんだけど。まあ昨日も来てくれてありがとうね。また話そうね。ありがとう。次は達也。達也、お、メッセージはないけどサイン当たりました。うーん、おめでとうございます。大事にしてね。ありがとう。続いては、あ、マッシュさん、あ、おにゃにゃ。私たち何があってもずっと友達だよね。最近みさとちゃんが本当に大好きです。それでみさとちゃんのためなら私は何でもします。それならひーちゃんはどうするかってさ。ね、ひーちゃんならちょっと悩んでみる。どういうことだよ。面白いけど。あ、こまおんに。続いては、お、パリスさんからですね。はじめまして、初対面ですが前にもひとみちゃんを応援していました。だってひとみのニュースを見るたびに私は安心感を持ってるよ。ひとみが私に与えてくれた喜びをどう言うすればいい。あー、そういうことか。これからも全力で応援します。ねえ、わざわざ翻訳機使ってありがとうね。送ってくれて Thank you, I love you。 次、あ、ラミちゃんだ。ひーちゃん大好きだよ。だってラミちゃんバイト頑張ってる。最近会えてなくて寂しいよ。またバイトの休憩の時にお話が来てね。ありがとう。次は、お、ピリニー。ピリニー、トミヤクトムナスゴマナスソアップロードネロオンジェラン452オンハイキファイティー。あー、こんばんは。ひおーピリニーめんない。うん、なれるへちがマンドロリョソコマックアップロードマニサランゲイン。続いて、うわー、英語で来ました。なん14813。わー、ひーちゃん、 I am Nan from Thailand. Congratulations on the path you have ちょっと読めない。おー、 I will always support you forever. おー、 Thank you. I love you.やばい、これしか言えない英語、ごめんなさい。本当に嬉しいんだけど。 Thank you, thank you。 続いて、お、小糸美さん、日本語だ。タイトル通りひーちゃんがアイドルじゃなんかじゃなかったらひーちゃんに会えなかったと思うと、もうそんな人生意味ないわ、かっこ重いだって。ウケんだけどね。本当に日本語上手だよね。いつもありがとう。英語のちんちゃちゃらんだ、こまお。次は、お、まいさん、次おめでとうございます。偶然にも私は来年大学を卒業します。私たちの成功になります。あとは個人で YouTube やったりしてほしいです。あー、やりたいですね、 YouTube も。うん、ありがとう、いつも応援してくれて。よし、続いて、あ、イハンモンニー。イハンモンニー、イハンサーサラーゴオンジェドンジサランエウリヒ。あ、オンニー、おじもっぱそのむポゴシポヨマニー。おー、イハモンにアップロードを、え、オーディッテン、うん、へじゅっかじー、さらげー。続いて、お、すずめちゃん。ひーちゃん、卒業おめでとう。本当にお疲れ様でした。うん、私の夢と希望です。私の人生での光のような存在だって。優しすぎるんだけど。あ、アラニアよりだって。ありがとうね、そんなこと言ってもらって。私も、すずめちゃんの光になれるように頑張ります。あ、いもちゃん、いもちゃんだ。最高の教師、4話のえなみ会が大好きだって。ちらっと夏休み描く場面であのコーヒーショップで素原と会ってたんだけど、みさとちゃんと素原はどんな会話をしてたんですか。あれは
須原のスマホにおにぎりのなんか写真がいっぱいあって何味だと思うみたいな話をしてました。めっちゃ裏話。いもちゃんありがとう、大好き。私もリクロおじさん次、あ、ペンペンだ。ペンペンいつもお手紙書いてくれてありがとう。ちゃんと事務所にね届いてるの読んでます。これからもずっとひーちゃんの味方だよ、だってありがとう。本当に直筆のねメールを、あの手紙書いてくれるんです。ありがとう、いつも読んでます。次、ココンに、いつまでも生涯天才的なアイドル様ヒーが思ってるより100億倍、私大好きだよ、だって嬉しい。ココンに、本当100億倍ってどんぐらいなんだろうね。でもとりあえず嬉しい、いつもありがとう、私も大好き。続いては、お、良平さん、キレキレなダンスもドラマや CM での演技も含めてヒー様は本当に何でもできちゃうんじゃなと圧倒されっぱなしだよ、だって。嬉しいんだけど、そんなまだまだですのでこれからも頑張ります、ありがとう。次、ハートベリー、あー、ハートベリーさんも久しぶり、卒業おめでとう。いよいよさらに羽ばたく第二のスタート、これからますますお会いするね、だって。ありがとうございますね。そろそろイチゴの時期なので私も楽しみです。早くイチゴ食べたいな、ありがとう。続いて、みーたん、ひーちゃんのストイックな部分いつも尊敬してます、卒業してからもずっと応援します、ずっと私の憧れの女性でいてください、だって。憧れだもんって言ってもらえて本当に嬉しいです、ね、ストイックなんかじゃないですけどこれからも頑張ります、ありがとう。続いては、お、けんすけさんですね。いつも一生懸命のひーちゃんが大好きです。 AKB 卒業するの寂しいけどこれからの成功を心から願ってます、ありがとう。ひーちゃんニコニコの笑顔でいてくださいね、だって。わかりました、ありがとう、これからも応援してね。続いて、あ、ももかちゃん、すひーのももかちゃんだ。ひーちゃん誕生日おめでとう、だって。お話し会でひーちゃんと話し、あ、覚えてるよ、中国のみんなひーちゃんのことを愛してるよ、だって。嬉しい、そう、中国のねファンの皆さんが秋葉原駅で誕生日広告作ってくれたんですって。嬉しい、ありがとうございます、シュシェ。続いては、おやすさん、初めてもらうひーちゃんのサインが卒業前最後のサインになるなんて、卒業するの寂しいけどこれからも頑張ってね、だって。これが最後のサインになるんですね、でも大事にしてください、ちゅーありがとう。あ、続いてはしんさんですね、ありがとう。しんさん、何もあれですけどメッセージはないですが、いつも応援してくれて本当にありがとうございますね。リミスタサイン最後なんですけれども、こちら花宝にして飾ってください。続いては、お、ディーン、ジャネットさん、お、どこの方ですか、マレーシアからのファンですって、嬉しい、ありがとうございます。ひーちゃん卒業おめでとう、ひーちゃんに直接会いに行けないのは残念ですができる限り応援しますね。機会があればぜひマレーシアやシンガポール行きたいです、ありがとう。続いて、りさちゃん、ひーちゃんのサイン会参加できて嬉しいです。うん、うまく言えないけどひーちゃん韓国から AKB 戻ってきてくれて、さらに AKB が進化した気がする、ありがとう。こちらこそありがとう、残りの AKB との時間も楽しく幸せに過ごせたらなと思います、ありがとう。続いて、お、ともりんごさん、ともちゃん昨日会えて嬉しかったよ、ありがとう。大好きな自慢の推しメンひーちゃん、こんなにたくさんの夢を叶えてくれて見せてくれて、私のオタク人生幸せすぎるよ、だって。うん、全部大切な宝物、私も、うん、ともちゃんからもらった手紙は本当に私の宝物です、いつも可愛くありがとうね。次、お、シティオンにだ、シティオンに、ちょっと待って、ハングゴね、ちゃんかんま。トミヤ、ミリセニチカエコマオ、ウリチングペンブンドリ、お、秋葉原よげ、あ、まじゃまじゃまじゃ。セニー、ウモングル、ヘジショッソよ、まじゃよ。シガンでみこっかぼうせよ。あ、に、シガン、マンドリキよ。時間作って、中国の皆さんの広告、見に行きます。ありがとう。あ、続いて、リオンだ、リオン。お久しぶりです。見るたび、成長してて。いろんなところで活躍してるのが本当に嬉しい、だって。久しぶりじゃないでしょ、この前お話し会で会ったでしょ、うん、もうエイトの時からずっと応援してくれてるんだよ、リオンは。ありがとう、卒業まで楽しい時間過ごそうね。次、クレラさん、卒業しても応援してます、ありがとうございます。
その言葉にすごく嬉しいです。卒業してもずっと好きでいてね、ありがとう。あ、ふわちゃん、ふわちゃん、ひーちゃん久しぶり、初リミスト。確かに緊張、ひーちゃんのこと好きになってからしばらく経つし数年会えてない。うん、ここで気持ち伝えます。アイドルのひーちゃんもモデルのひーちゃんも女優のひーちゃんも全部ダイス。え、ダイス、ありがとう。早く日本帰ってきて、会いたい。次、あ、リキだね。リキこの前のさ、この前っていうか昨日来てくれたよね、ありがとう、リキくん。うん、チームメイト代表リキさん、感謝してもしきれないです。4年間本当にお疲れ様でした。だってまさか昨日のイベント来てくれると思ってなかったからめっちゃ嬉しかった。ヒーに会いに来たんだよね、ありがとう。続いて、あ、まるちゃんだ、まるちゃん、ヒーちゃん卒業おめでとう。アイドルになってくれて本当にありがとう。どんなひーちゃんでもずっと応援します。だっていつまでもひーちゃんが大好き、そう言ってもらえるのが本当に 何の言葉よりも嬉しい。ずっと味方でいてね。次、お、パントミさん、ひーちゃん卒業おめでとう。これから15年20年30年いつも応援します。嬉しすぎる。お、チグム、本田ひとみ、アップロード、本田ひとみ452、本田ひとみ、ジャイを会いにいるね。おー、あ、シッシェー、おやに。次、お、サムパンゆりちゃん、サムパン、この前会えて嬉しかったよ、ありがとう。サムパンゆりちゃん、そうだ。お、2部は見れてるかな、1部見れてない。最近全然会いに行けなくてごめん、とんでもないよ。お、10月29日のオフライン行くって。あー、もう来月会えるの楽しみにしてる。ちょうど1ヶ月後だね、ありがとう。わ、ひぼあにゃ、ひぼちゃん、うりパブ졸업축하、あ、졸업발표すごいっそ、パブあにらごや。남은기간에더많이만날수있으면좋겠다、하루하루더소중하고행복하게보내자、좋아、근데난바보아니야。続いて、あ、ペイチア、ペイチア、この前のオンラインの時ありがとう、来てくれて。卒業おめでとうございます。私、あ、大好きだよ、だって。私もピーチアのことが大好き。ありがとう。また話せるの楽しみにしてます。続いて、あ、みぽまる、みぽまるだ、ありがとう。ピーちゃんのラストシングルのリミスト参加できて幸せだ。これからもひーちゃんがいつもいつでも一番だよ、出会ってくれてありがとう、自慢の推しです。みぽまる、ありがとうね、いつも。この前の先週のお話し会も会えて嬉しかったし、またこのシングルでもたくさん会いたいな、ありがとう。次、お、ヨーグルトさん、名前かわいいな。あ、今回初めてリミスターやったんだ、で当選して嬉しいです。あ、翻訳機だから私の言葉はあんまりだけど、いつもありがとう、ひーちゃんいつも健康に気をつけて、ひーちゃんのやりたいこと自信持ってやっていこう、だって。ありがとうね、本当に翻訳機使って送ってくれてありがとう。続いて、せーな、お、最高の教師見て推しになりました。嘘、嬉しすぎるんだけど、ありがとう。でもね、ひーちゃんの演技で感動して泣きました。金髪も可愛いんです、だって。嬉しい、そんな演技ね、未熟だったけど褒めてもらえてすごい嬉しいです、ありがとう。美里推しですか、ずっと友達だよね。はい、続いては、あ、 CY だ、オンラインで会えたね、この前。ひーちゃんの卒業おめでとう。驚き寂しさもありますが、引き続き応援します。未来も一緒に頑張りましょう、だって。ね、びっくりさせちゃってごめんなさい。でもこれからもずっと好きでいてね、ありがとう。続いて、エイミー、リミスタは直接ひーちゃんからのメッセージとサインがもらえて嬉しかったし、自分の番をまずドキドキも含めて楽しい場だって。わー、卒業後も変わらず押し続けるよ、ありがとう。エイミー、これからもね、リミスタのドキドキがなくなっちゃうけど好きでいてね、うん、ありがとう。続いて、リホちゃん、お、2年ぶりの当選、すごい、おめでとう。そしてラストシングルで名前を呼んでもらえてとても嬉しいです。いや、こちらこそですよ。寂しくなるけど、これからもひーちゃんの好きなことたくさん楽しんでチャレンジできますように、ずっと応援してます。じゃあ、リホちゃんがいると応援してくれると信じて、これからもいろいろチャレンジします、ありがとう。続いて、お、ひーたろんにー、お、ちゃかま、お、ひーたろん、お、トミア、イボンシングルド、ソンバイ、チュカエ、チナ、シムニョンカン、
정말수고많았고그리고많은사람들과가운데에서도내가혼나있던이라는제거와아좀긴네아고마워그래도앞으로도만빛날수있도록노력할게요응원해줘요고마워次、なんちゃん、このシングルが AKB で最後になるとはやっぱり寂しいです。だって寂しいって思ってくれる方が一人でもいらっしゃるのすごい嬉しいです。これから残った時間も楽しみます。次、なほちゃん、ひーちゃん憧れです。可愛くてかっこよくて努力家のひーちゃん大好きです。これからも応援します。だって握手会で会えるんですね、楽しみにしてるよ。ありがとう。次は、須藤ちゃん、かわいい名前、初めて当選しました、最初で最後のサインなので大事にします。だって私も須藤ちゃんにサインプレゼントできてよかったです。これ大事にしてくださいね、ありがとう。次、お、棚博さんだ。ひーちゃんお疲れ様、今までありがとうございました、これからもよろしく。多分いや、こちらこそこれからもよろしくお願いいたしますわよ。棚博さんありがとうね、昔から応援してくれて。続いて、お、パンパンさん、あ、パンパンに見ね、ハングンケソーボネでしょうね、パンパン。お、トミエゲオンジェナチェミ、オンジェナチェミはウスムルカドカギカドカギクオットンククオットン途中の運を할게。あ、ジンジャコマワよな、プロド写真行き할수있을것같아요、こんばんは。え、何この人、名前かわいい、ピンマイクさん、ひらがな。え、ひーちゃん卒業してしまうのすごい寂しい、でもこれからもどんどん成長していろんなところで活躍する姿楽しみにしてます。ありがとうございます、そう言って言ってもらえてね、これからもたくさん成長していけるように頑張ります。次、お、しょうこちゃん、私が人生で初めて好きになったアイドルがひーちゃんです。出会ってくれて本当にありがとうひーが大好き、これからも、あ、いつもベーグルの話ばかりでごめん、こちらこそ。私がね、でもしょうこちゃんをベーグルにハマらせてしまった、でもそのおかげで今いろんなね美味しいとこ聞けて嬉しいよ。私もあきさんベーグル食べたいよ。次、しーちゃん、なお、ひーちゃんのこと好きになれて本当に幸せ、コンサート役者会参加するのでこれからも楽しみがたくさんで嬉しい。だってありがとうね、本当にしーちゃんも本当にねめちゃめちゃ美人で綺麗で可愛いんですよ。そんな子にファンになってもらえて幸せでした、ありがとう。次、あ、みみみちゃん、うわ、ここ美人の連続だな。ひーちゃんいつもお世話になってます、これからもひーちゃんしか見えない、出会えてよかった。だってみみみちゃんめちゃめちゃスタイル良くてめっちゃ綺麗なんですよ、本当にね。え、つくねは元気かい、犬のつくねは会いたいよ、ありがとう。次は、お、たかし M さんです。アイズワンの時代から、ひーちゃんのパフォーマンスが大好きです、嬉しい、ありがとうございます。卒業後の活動はどうなるか分かりませんが応援し続けます、これからもずっとずっとね、卒業してからも応援しててください、ありがとう。続いては秀幸さんですね、秀幸さん応援してます。だって、あ、応援されますというかすごく心強いですね、これからもずっと応援しててください、ありがとう。あ、マッサさんだ、マッサおじさん、いつも来てくれてありがとうね、マッサおじさん。ひーちゃん卒業おめでとう、努力して輝きを放つひーちゃんの姿いつも励まされてます、ひーちゃんとの話し会は一生の思い出、なんで一生の思い出とか言ってくれるの、もうこれからもいっぱい作っていこうね、楽しい思い出、ありがとう。次、ケイさん、ひーちゃん卒業おめでとう、武道館のコンサート全部当たった、だって、じゃあ武道館と握手会でいい思い出いっぱい作りましょうね、3公演全部来てくれるのってことだよね、まあ今日もリハ頑張りましたよ。お、続いて、お、ドゥンチ、お、イルムン、イルゴのね、ひーちゃん、ごったがおる、せんゆちかえ、ドラマドイジェ、ふば、あ、ふばんぶ、あー、くってぼねじしょっくな。ファイティン、こんばんは。お、いごまじま、シングリラさ、お前にぼるすいすめんちょっけっさ。こんばんは。次、天下ちゃん、あ、天下ちゃん、いつもね、オンラインの時大体車の中からやってくれてるイメージ、ありがとうね、今回もリミスター応募してくれて、またこのシングルでのお話し会とか楽しみにしてるよ。
次、お、台湾パンダ、おお、孫仙人先生、台湾パンダ、台湾パンダ、トミ先生にもあんにょん、今回もログインです。早め22歳誕生日おめでとう、夢が叶いますように。ネイル、あ、順中上理だそう。あーちょ、あーし、私中国語教えてもらったのに忘れてしまった、なんだっけ。あー、パンダ先生ありがとう。続いては、お、なんて読むんだこれ、たけしさん、茅原たけしさんかな。ひーちゃん本当によく頑張ってると思います。だって偉い、偉くない。きっと私たちの知らないところでたくさんの苦労努力をしてきて今の地位を築いてるんだと思います。ありがとうございます。これからも頑張りますね。嬉しいわ、ありがとう。次はあやかちゃん、いつもかわいいひーちゃんに癒されてます、ありがとう。どうしても君が好きな時にひーちゃん会いたいと思ってたけど会えなかったので10月に会えるの楽しみだって。そうなんですね、来月ついに会えますよ、楽しみにしてる。続いては、お、最高の、あ、最高、あ、最高橋、高橋のすずむさんね。あ、すずむさん、そうだよね、先生だもんね。わ、面白いこの名前。仙台の地より、ひーちゃんを応援し続けることを誓います。だって嬉しい、誓ってくれてありがとう。私宮城に行きたいです、ね、いつも東京来てくれてありがとう。次、直美ちゃん、ひーちゃんの綺麗で正確なキレキレなダンスが見れるのが本当に好きです。卒業しても TikTok などで定期的にダンスみたいですって。お、わかりました、そうやって言ってくれるの嬉しいな。また TikTok もあげるから見てね、ありがとう。続いて、まきちゃん、まきちゃん、かわいいかわいい、ひーちゃんこんばんは、いつもかわいい姿届けてくれてありがとう。途中ですが今日の TMI は、さっきあったけど、今日は、あの、炭を飲みました。そう、最近ね、炭にハマってるんです、ありがとう。次、あ、なおきくん、ひーちゃんありがとう、いつも僕の心の支えです。だってこれからも共に歩んでいきましょう。こちらこそです。昨日もね、イベントの時来てくれてありがとう、嬉しかったよ。ちょっと緊張してたのかな、ありがとう。次、お、ゆずちゃん、卒業おめでとうございます。これからは寂しいでしょう、卒業前にもっと活動してね。だってもちろんですね、なんで寂しいなんて思わないでください、これからもずっと一緒ですよ、ありがとう。みんながすごい隅に反応している。続いて、つばさ、ひーちゃん卒業寂しいけどこれからも健康と怪我には気をつけて、忙しい日々の中でもほっと一息つくことを忘れずに。だってアプロード中、運をはごく中、みずみょん、さらがいけよ、あげっさよ、な、よしみやけよ。次は、ヒュプノス、かわいい名前、コメントはありませんが、リミスター申し込んでくれてありがとう、サインぜひ大事にしてください。炭飲んでるんですよ、本当に健康にいいの。続いて、あ、びっくりさんですね、あ、ちょっとゆっくり読みたいな。言いたいことがあるんだよ、やっぱりひーさんかわいいよ、好き好き大好き、やっぱ好き、やってみつけたら推しメンだ、俺がオタクである理由、それをひーさんに出会うため俺も最後はよそ見を控えて世界で一番推しますよ。本当ですか、ちょっとこの前、いや昨日だいぶよそ見してたと思ったけどな、ありがとう、よそ見しないでね。続いては、あ、カゴンマのマッキーさん、ストイックで努力家のひーちゃん、これまで AKB のレベルアップに貢献してくれてありがとう。南の国、鹿児島から卒業しても応援してるってありがとう。鹿児島行ってみたいですね、ありがとうね、遠くから応援してくれて。次、あ、ピムス、ピムスも昨日いたね。卒業発表お疲れ様でした。残り少ない AKB の本田仁美として、しっかり目に焼き付けたいと思います、ありがとうございます。昨日も来てくれて、昔から応援してくれてありがとう、最後まで応援してね。で、お、ミンミン、お、トミヤ、ハングゲイ、いっそそ、シャジュ、モッポージマン、ハンサン、ウオハゴイサヨ、チグンカジ、トミド、チョンマル、チョワッチマン、アップロエ、トミド、ノムキレデムニダ、おー、こまわよ、あー、マニポゴシポヨ、ミンミン、おへじょそ、こまわよ、ハングゲイ、ソード、お、ジニアスタンタン、タン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 、最近会ってないね。お、
AKB を卒業してもひーちゃんはひーちゃんだからね。これからどんな仕事をしてもうまくやっていけるだろうし、全然心配なんかしてないのよ。ね、걱정하는거는나코밖에안보이는거가끔은나도봐주세요次は、お、つばき、あ、つばき、ひーちゃんお元気ですか？だって元気だよ。会いに行ける日を楽しみにしてるのね。ドラマ終わったら金髪じゃなくなるのかな。カーキとかも見てみたい。カーキもやってみたい。いいね、ありがとう。続いて、あ、いちごちゃん、ひー卒業おめでとう。お、そうそう、みんなやっぱ教えてくれるね、秋葉原のね、そう、広告見に行きますよ。人生の新しいショーを開きましょう、開きましょう。応援しててください。いちちゃんよー、シシェン。続いて、お、ジョイ、あー、リミスタオンダゴやげへそくな。まじまじ、ウリウリトミマンチョはアプロドムハイケウォマン、あーあー、いちショーだっぱ、あれなんて読むんだっけ、待って、最近中国語忘れちゃってる。あー、シシェーニマン。続いて、みゆちゃん、ひーちゃん卒業おめでとう、これからも応援してるよ。だって嬉しい、これからもずっとひよしでいてんね、みゆちゃん、ありがとう。続いて、小鳥、お、銀河で一番大好き、絶対結婚して、だってちょっと性別変えてから来てもらっていいですかはい、小鳥も最近会ってないけど、お仕事頑張ってるかい、会いたいぞ。今度会った時はいっぱい話してくれるって信じてるよ。卒業まで時間ないかありがとう。続いて、 CQ ちゃん、卒業発表おめでとう。コッキーマン、コッちゃん、あー、こんばんはよ。ねえ、アップロード、コッキーマン、コールしていっとろ、あの、여러분들이랑같이コールしていっとろ、열심히할게요、안녕。次、横丁、レンドラお疲れ様、見応えあったし、ひーちゃんの演技も素晴らしくて週末が楽しめたよ。あ、九条先生の旦那さんのような優しさを素で出せる人間になりたいなと思いました。嬉しい、なんか横丁がこんな感動的なコメントくれるなんて思ってなかったぞ、ありがとう。続いて、お、まなみちゃん、ひーちゃんプジの時から応援してます。ひーちゃんのおかげでまた AKB の魅力頑張りました。だって嬉しいぞって言ってもらえてね、AKB 卒業しても、私が卒業してもこれからも AKB のことも応援してください、ありがとう。次、あ、わいこちゃんだ、ひーちゃんに出会って世界が広がって、まあまあ楽しく過ごしてた日々が想像以上に豊かになったので、ひーちゃんは私の人生を変えてくれた人に認定してもいい。もちろんひーちゃんと一緒に叶えたい夢があるし、過去パンツはこれからもひーちゃんの夢一緒に見たいな。だってパンツは絶対やろうな、次絶対ね、いっぱい集まるよ。続いて、あきりん、1週間ぐらい早いけどお誕生日おめでとう、ありがとうね。お話し会にいつも来てくれて、関西から応援してくれてありがとう、お誕生日のお祝いもありがとうね。続いて、アンソニー、お、ヘローフロムアメリカ、おお、Thank you、次はおめでとうございます。あなたがいなくなるのは寂しいですが、ひーちゃんの功績を誇りに思います。お疲れ様でした。Thank you, ひーちゃん。わー、Thank you so much。わー、ありがとうございます。嬉しいな、アメリカからも応援してくれてるなんてね。続いて、なつきちゃん、ご卒業おめでとうございます。花道だけ歩けますように、これからもひーちゃん応援してます。嬉しいです。一緒に花道歩きましょう。大好き。続いては、オリビアちゃんだ、あ、この前来てくれたんだよね、オリビアちゃん、ありがとう。卒業おめでとうございます。ひーちゃん大好き、最高の教師、毎回見てました。金髪のみさとちゃんが、くわい、結婚してください。あ、結婚申し込まれること今日多いな、ちょっとどうしようかな、今日じゃ決められないのでごめんなさいでも嬉しい、ありがとう。続いては、大地くん、あ、いつも来てくれてありがとう。ひーちゃんには本当にいつも元気もらってます。新曲のひーちゃんも可愛さマックスです。卒業発表聞いた時びっくりしたけど、新たなことに挑戦するひーちゃんもこれからも応援する、だって嬉しいです。大地くん、いつもありがとう。次、はるなちゃん、ひーちゃんのおかげでひーペンや AKB の歌と友達になれたよ。だってそう、なんかね、そういうね、輪のつながりがすごく嬉しいです。これからもみんなと仲良くしてくださいね、ありがとう。続いて、お、
イルカホイラムさん、お久しぶりです。ホイラム、あ、今年は病気です。高校卒業したら日本で会おうとずっと計画してましたが、直接会えないのが残念です。だって、病気も早く治ることすごく心から祈ってます。元気な姿で絶対会いましょうね。いつも応援してくれてありがとう。次、トメさん、トメさんいつもありがとうね。卒業ちょっと寂しいけど、どんな環境でもずっと応援するよ。むしろどんな場面で活躍してるのか、むしろか、楽しみだって。そう言ってもらえてすごい嬉しいですね。 AKB の推しが2人も卒業しちゃいましたが、これからもよろしく。続いて、お、ルビーさん、あ、中国のファンの方ですって、ありがとうございますね。パンジャビ広告の準備してるひーちゃんの写真を撮りに行く。あ、そういうこと。日本来てくれるんですね、私と。じゃあ遭遇できたらいいですねありがとう。続いて、中国の花丸さん、あ、中国の方多いですね、嬉しい、ありがとうございます。ひとみちゃん卒業おめでとう、人生を思う存分楽しんで永遠に幸せになってください。だって、ありがとう。もう私の人生花丸です、そんなこと言ってもらえたら、ありがとう。続いて、ライオンハヤトさん、ひーちゃん卒業発表お疲れさん。 AKB 劇場で、彼女を目の前で見て感動しました。本田圭佑のおかげでメンバーも意識が変わったように思いました。ってそう言ってもらえて嬉しい。彼女何回かしかやったことない、1回かな、レアな公演に来てくださいましたね、ありがとう。続いては、お、立花りつかさん、立花りつかさん卒業おめでとう。これからも輝くひとみちゃんを期待してる、ピエーン。改めておめでとう。だって、ありがとう。ピエーン、わらわらでクソちょっと生やされてるけど、これからも応援してね。続いて、安藤先生、あ、間違えた、ごめんなさい。安藤先生、府中で知って本当にダンスだけじゃなくてパーソナリティもすごい子だって衝撃を受けて以来のファンでした。って、嬉しすぎるんだけど。日本に戻って頑張ってきた姿に感銘を受けてきました。わあ、まっすぐに、さらなる高みへ。だって、視界良好だ嬉しい、そうやって言ってもらえて。これからのね、私の人生も応援してください、ありがとう。続いて、お、ゆうき、ひーちゃんの笑顔にいつも癒されてます。卒業するの寂しいけどこれからも応援してます。私もそんなゆうきに応援していただいて、もっと笑顔が、ね、癒しの笑顔を作っていけるように、作っていけるように頑張ります、ありがとう。続いて、お母さん、お、韓国から帰ってきて今の AKB のレベルを上げてくれたと思ってます。お疲れ様でした、ありがとう。そんなお言葉いただけても恐縮でございますよ、ね、卒業までももっと頑張ります。あ、琥珀だ、ひーちゃん卒業おめでとうございます。本当にご苦労様でした。わ、ひーちゃん私の永遠の第1位です、嬉しい。琥珀ね、あの前回のシングルで日本にも来てくれて、そうびっくりしました。私はこれからもずっと応援しててね。続いて、あ、香港からのシアンさん、あ、シアンさんだ、ありがとう。卒業おめでとう。これからもずっとひーちゃん応援します、ありがとう。本当にいつも来てくれるよね。ね、やっぱ海外からも応援してくださるファンってすごく心強いです、ありがとうございます。続いては、お、あやかちゃん、ひーちゃんサインありがとう。こちらこそありがとう。新曲で好きな振りありますか。ここの飛ぶ前の、私ちょっと首からこうやって入れてるの気づきましたか、皆さん。あと感想の部分好きです、ありがとう。続いて、あれ、これなんて読むんだっけ、しょうちゃん、しょうちゃんかな。中国のファンで好きな中華料理は何ですか。おー、なんだろうな、餃子も好きだけどニンニク入ってないやつが好き。あと小籠包、塩ロンポ、あ、ホイホイホイコールオ、ホイコールオ、ホイコールオ好きです。ありがとう。続いては、あ、クインシーですね。クインシー、あ、トミヤ、ちんちゃんハリオゴ、ウユピープヒトミ、わじゃウユピブラゴウオンポビレよ。さらんへいよひとみ、チュサギでもはるこよ。あ、일본チュサギあにや。これそう。くにゃん、일하고있지、よすびらん。
어퀸씨도해외에있는데항상응원해줘서많이고맙고앞으로도우리서로힘내자우유도미우유비부시도미続いてこれマサリュウさんって読むのカツリュウさんって読むのかな。ありがとうございます。いつも香港から応援してます。嬉しい、ありがとう。本当に海外の方たくさん来てくれるの幸せすぎますね。ありがとうございます、ラブ。続いて和義さん、ありがとうございます。和義さんね、メッセージはありませんが、これリミスターラストのサインなので、よかったらぜひいつも目に見えるところに置いて飾ってください。ありがとう。さあ一部終了しました、皆さんね。うん、あ、2部は8時半からとなりますので、2部ある方皆さんお待ちしております。じゃあまた後ほどお会いしましょう。そうですね、はい。あ、間に合わなかったって方もいる。そっか、ちょっとだけ。うん、また後で会いましょう。ではバイバーイ。